アンディ・ペティット、アンドルー・ユージーン・ペティット、アンドリュー・ユージーン・アンディ・ペッチって、1972年6月15日台、は、アメリカ合衆国、ルイジアーナ・シューバ・ドン・ルージュ出身の元プロ野球選手、投手、左投げ左だ。ニューヨーク・ヤンキース時代につけていた背番号46は、2015年に、同球団の永久欠番に指定されている。 1972年6月15日、ルイジアナ州バトンルージュ生まれ、父から野球を教わる。少年時代に、テキサス州、ディアーパークへ移住してからは、ノーラン・ライアンや、ロジャー・クレメンスに夢中にな、いた。ディアーパーク高校卒業時の MLB ドラフトにおいて、ニューヨーク・ヤンキースから22巡目、全体594人指名を受ける。 しかし、開始名だったことで提示された条件は良くなく、ペティットは、進学を決意、早く、プロになりたかったのと勉強が苦手なために4年生大学では、なく2年生のコミュニティカレッジであるに進学。1年後の5月、ドラフトを介さずアマチュア FA として、ヤンキースと契約し入団した。4月29日にメジャーデビューを果たした。当初は、ブルペンスタートで、5月に、 マイナー落ちも経験する。しかし半月足らずで再びメジャー昇格を果たし、5月27日メジャー初、先発。以後先発ローテーションに名を連ね、最終的には31試合、26先発で12勝9敗、防御率4.17という成績を残し、新人王投票でも3位につけた。2年目のは、オールスターゲームに選出され、21勝8敗で、 最多勝ちのタイトルを獲得。サイヤング賞投票でもパッドヘントゲンに6票差で2位。リーグ1位の35試合に先発登板し、自己最多リーグ3位の240.1回を投げ、18勝7敗を記録した。は、開幕投手を務め、16勝11敗。過去3年の勝利数は、ジョン・スモルツの56勝に次ぐ55勝を記録し、は14勝11敗。 は19勝9敗を記録し、9月24日のデトロイトタイガース戦では、ヤンキースの選手として、史上15人目の100勝を達成。サイヤング賞の投票で4位に入った。安定した活躍で、ヤンキースのワールドシリーズ3連覇を含めた1996年、1998年、1999年、2000年、2009年と5回の、 ワールドチャンピオンに貢献した。故障のため22試合の登板に止まったが、は、リーグ2位、自己最多タイの21勝を記録した。11月6日に、FA 登録され、12月16日、ヒューストンアストロズへ3年総額3、150万ドルで移籍。ヤンキースでキャリアを全うすると考えられていたため、移籍は驚きを与えた。 自宅がテキサス州にあることに加え、同年のシーズン21勝、ポストシーズン3勝という成績にもかかわらず、チームの引き止めへの熱意が薄いと感じたことが背景にあると去る。引き止めに失敗したヤンキースは、ケビン・ブラウンを獲得するなど、先発投手の緊急補強を強いられることになった。なお、ヤンキース時代のチームメイトのロジャー・クレメンスも引退を撤回して、アストロズへ移籍した。 一年目は、左肘の故障で3回の故障者リスト入り、4月7日から4月29日、5月27日から6月28日、8月13日対、した。シーズン1回目の故障から復帰した4月29日のピッツバーグパイレーツ戦で、通算15勝を達成したが、シーズン通して6勝に終わり、連続2桁勝利は9年で途切れた。 よくは17勝9敗、ロジャー・グレメンスに次ぐリーグ2位の防御率2.39を上げ、27回リーグ2位のクオリティスタートを記録した。月間 MVP の投手部門を7月と9月の2回受賞。7月には6試合に登板し、5勝0敗で球団史上3位になる防御率0.90を記録した。8月21日から9月20日にかけて、 自己最長タイとなる7007勝を記録した。球団史上初のワールドシリーズ進出に貢献し、カムバック賞の最終候補にノミネートされた。自己最多タイの35試合に先発登板し、14勝を記録したが、自己最低の13敗。チームはセントルイスカージナルスに1.5ゲーム差でプレーオフ進出はならなかった。シーズン最初の登板となった4月4日の、 フロリダ・マーリンズ戦で10失点、自責点7で、昨年からの連勝は7で途切れた。4月、5月、6月と3ヶ月連続で、月間防御率が5点以上だったが、8月は防御率2.27でリーグ最多の49、脱三振を記録した。シーズン終了後の12月8日に、ヤンキースと1年総額1、600万ドル、2年目は、 ペティット側が1600万ドルのオプションの契約で、フルスに復帰した。は8月に6006勝、防御率2.36の成績で、月間最優秀投手に選出され、月間勝利数は、自己最多を更新。9月19日のオリオールズ戦では8回西まで1.2、抑え、史上110人目、サワンでは27人目となる、通算200勝を達成した。 リーグ1位の34試合に先発登板し、15勝9敗で、ヤンキース復帰1年目のシーズンを終えた。ペティットは1600万ドルのオプションを行使せずに、FA 宣言したが、12月12日に1年1、600万ドルで残留が決まった。しかし、その1日後の13日に発表された、MLB での薬物使用の報告書、ミッチェルリポートで、ペティットは2002年に、 HGH、人成長ホルモンを使用したとして名前が上がった。その後、ペティットは HGH の使用を認めた。過ちを認めたペティットに対し、ニューヨークでは好意的に受け入れられた。2008年最初の登板となった4月5日のタンパベーレーズ戦では5回5失点、自責点3で負け投手となったが、ヤンキースタジアムのファンは完成で迎えた。 ヤンキースタジアム最終戦となった9月21日のオリオールズ戦では5回を3失点、自責点2で勝ち投手となり、ラモンヘルナンデスから2回に三振を奪い、通算2000奪三振を達成した。この年はオールスター前までに10勝を挙げるが、オールスター以降は防御率5.35と安定感を書き4勝しか挙げられず、 防御率4.54はメジャー定着以来最悪の数字となった。オフに再び FA となったペティットにヤンキースは1、0ドル程度の再契約をオファーするが、1、600万ドル前後を求めるペティット側との交渉は難航したが、1月26日に1年550万ドルプラス650万ドルの出来高でヤンキースと再契約した。は、 先発4番手として、開幕を迎えるが、王県民の不審などで、最終的には3番手に定着して14勝を挙げ、ポストシーズンでも中3日で先発するなど、健在さをアピールし、チームのワールドチャンピオンに大きく貢献した。オフに、FA となり、引退か、再契約かの決断を迫られることとなったが、12月9日に1年1175万ドルで、再契約した。 前半戦だけで10勝をし、9年ぶりにオールスター出場を果たした。しかし後半戦は怪我で長期離脱し、6年ぶりに規定投球回数到達を逃した。終盤に復帰し、地区シリーズのツインズ戦では、ポストシーズン19勝目を挙げ、自身の記録を伸ばした。2月4日、気力の衰えを理由に現役引退を表明した。三月十六日、 現役復帰し、ヤンキースとマイナー契約を結んだことが発表された。シーズン途中で打球を足に受けて離脱するなどのアクシデントはあったが、当番試合は概ね安定した投球を見せ、ポストシーズンでも2試合高騰するなど、健在ぶりをアピールした。12月に1年に1、200万ドルで契約を延長。1月に、第3回 WBC のアメリカ代表に選ばれるが、 ヤンキースのホームページを通じて辞退を表明。9月20日に2度目の現役引退を表明した。9月28日のヒューストンアストロズ戦での最終当板を7年ぶりの関東勝利で飾った。このシーズンは11勝11敗で終え、18年連続のシーズン勝ち越しはならなかったものの、それでも全シーズン負け越しなしの記録は維持し、優秀の美を飾った。 長身から繰り出す曲がり幅の大きいカーブにカッターやチェンジアップなど多彩な変化球を持ちそれらをコーナーに決められる優れた請球が武器ゆったりとした投球フォームからの素早い牽制はメジャートップクラスで統計のある1974年以降2012年までにメジャー最多の102個成功させているポストシーズンにも強く通算19勝は単独で 歴代1位。子供の頃のヒーローだったクレメンスが1999年にヤンキースに移籍してきてから、ペティットはクレメンスを死と仰ぎ、一緒にトレーニングをしている。クレメンスが引退を撤回し、アストロズへ移籍した時もペティットの説得が大きかったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。